トゥポレフ生誕100年の記念切手アンドレイ、ニコライビッチ・トゥポレフはソビエト連邦の航空機設計者、トゥポレフの創業者である。日本語ではアンドレイ・トゥポレフと表記されることも多い。1888年11月10日にロシア帝国のプストマゾボに誕生する。1929年から亡くなるまでつわギで航空機を開発していた。 彼は大粛清の時代の1937年にメッサー・シュミットに機密情報を流したとして反国家活動容疑で逮捕されたがそのような逮捕者で構成されたスポレフ設計局で航空機設計の仕事を続けた逮捕されても設計ができたのは当時のソ連には科学者刑務所というものがあったためである東国中の1941年 新型爆撃機のツマイナス -2 を開発し、独所戦の戦勝に貢献した。第二次世界大戦末期の1945年には、露客したアメリカ合衆国の戦略爆撃機 B-29 のリバースエンジニアリングデータとトランプランプの飛行データからツマイナス -4 の開発を行っている。終戦後には戦略爆撃機と共に Z 旅客機の開発にも取り掛かり、 ツマイナス4を発展させた4発ターボプロップ機のつまいなす95、総発ジェット機のツマイナス16を開発した。その後、スターリンの死後に釈放された。公認のフルシチョフとは政治的に有効な関係を築き、ソ連政府の手厚いサポート体制の下で世界で2番目の実用ジェット旅客機であるツマイナス104をアメリカに先駆けて世に送り出した。 1964年にフルシチョフが失脚し、ブレジネフ体制に移行する頃には、恒例のために設計の第一線からは次第に退いていったが、超音速輸送機のつマイナス144、3発、ジェット旅客機のつマイナス154まで、スポレフ設計局での開発に携わり続けた。死後は、モスクワのノボデイビチ墓地に葬られた。 息子のアレクセイ・トゥーポレフも同じく飛行機設計者である。スポレフ設計局のソ連政府との良好な関係性は彼の個人的な人間関係によっていた部分が大きく、彼の死後その政治的優位性の多くは遺留心によって覆されていった。彼の航空機設計で特筆すべき点は構想から試験機の実際の進む空までの期間が非常に迅速であり、 試験機で得られた様々な技術的問題点を大胆に修正して完成度を高めていく手法であった。時間をかけてでも学問的に理想の設計をするよりも迅速な修行のためのアプローチを好み、手洗い初期設計の大幅な修正作業に伴う膨大な作業も超人的な速度でこなしていった。設計の第一線を離れた晩年も、 更新の主任技術者たちに対してしばしば鋭い技術的な問題提起を行う彼の存在はソ連の航空業界関係者の間では異いの念を持って見られていたという。ありがとうございます。